もプロボラノスターです。今日はですね、男 YouTuber 対決ということで、また4人でね対決していきたいなと思うんですけども、今回の縛りはですね、青いボール対決ということで、青いボール縛りでねちょっと頑張っていきたいなと思います。私が使用するボールはもうこちらでございます。青いボール、これしかありませんでした。マーベルマックスフューチャーでございます。何回もね動画上げてますけども、非常に扱いやすいいいボールですよね。で、青いボールということで、今回青いボール縛りなんですけども、なんと1人はめられてるんですよね。これがですね、水谷プロでございます。水谷プロをドッキリということで違うボールで投げていただいております。はい、ですので水谷さん、またね先輩こんな扱いをしていいかわかんないですけど、今回も首扱いじゃないんですよね。はい、いつもそんな扱いをして先輩申し訳ございません。ドッキリですので、もう水谷さんはねちょっと省いて3人だけの対決ということでさせていただきたいなと思います。そんなに言ったら怒られるかなまあそんなところで、はい、青いボール使ってね頑張っていきたいなと思います。私の最近のマイボールは青色ですんでね、この色のボールだけはちょっと譲れないので、しっかり点数打ってね頑張りたいと思います。ぜひねご覧いただきたいと思います。はい、それでは早速1ゲーム投げてみたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、1ゲーム早速青色のボールでね投げていきたいなと思います。投げるボールはこのマーベルマックスフューチャーですね。名前はもうサーベルサックスサーサーということで、はい、もう何かよく分かんなくなってますけども、はい、かすかにベルが残ってますからね。はい、で今回はですね謎企画ということで、はい、シャミを2つご用意いたしました。どっちがねこの打てるシャミなのかというのを検証してみたいなと思います。ついでにね、はい、1投目投げるのは笹田シャミ、そして、偶数レーンから偶数フレーム投げるのは加藤さんのシャミですからね。どっちがストライク出るのか皆さんご注目です。はい、巷では安定感の加藤さんのシャミと言われてますからね、本当に安定感があるのかどうか検証していきたいなと思います。はい、それではまず笹田シャミどうなのか投げてみたいなと思います。はい、呪いのシャミーって言われてますからね、そんなことないよっていうのをねお見せしたいなと思います。どう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 、呪われてますいきなり呪われてます。いきなりちょっとやばいんじゃないこれ。また呪い、なんかこれ変な噂が立ってしまうんじゃない。まあ、スペアはね、僕のシャミはスペアはしっかり取れるっていう噂なんでね。はい、いきますよ。はい、取れましたね。はい、OK。そうなんですよ。スペアはね、抜群の硬さを見せるシャミですからね。巷ではなんかこう、1投目はね、ヘキさんのシャミを使って、2投目はね、僕のシャミを使うっていうのが流行ってるらしいので。はい、ちょっと覆していきたいなと思います今日ね。はい、それじゃあ次は2投目はこちら、はい、加藤さんのシャミですよ。2フレ目はね、はい、いきますよ。はい、安定感あるのか加藤さんのシャミ、いきますよ。あ、これいいわ、これいいわ、完璧完璧完璧ですよ。やっぱりね加藤さんのシャミ安定感あるわ。なんで僕にはこの安定感ないんだろう。はい、次は、はい、笹田シャミでいきますよ。これね、自作自演してるわけではなくて本気でやってこうですからね。はいはい、それじゃあ次は3フレ目、今のところ0対1、加藤さんのリードです。笹田シャミもそんなことないんでストライク出ますよ。あ、これはいいでしょう。はい、来た。はい、1対1、浅田シャミーも1対1、いい感じ、追いついた。はい、じゃあ次は加藤さんの安定感どうでしょうか。加藤さんね、これかっこいいですよね。加藤さんのもね、黒ゴールドですよ、黒ゴールド、めっちゃいい感じでしょ。はい、かっこいい安定感の加藤さん、よし、ストライク出してみせましょう。安定感のあるところをいきますよ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、うい、あ、ちょっと薄かったけど、ちょっと薄かったけど危なかったけど来た。はい、こう安定してポケット行きますよね関係あんのかな。はい、じゃあ次は笹田シャミ行きますよ。今2対1ですね。これしっかりしっかり投げて追いつきます。1投目はあれ呪いやな、完全に呪い、呪われし一投でした。よっしゃ、はい、行きましょう。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、よっしゃ、追いついた。これで2対2、
2対2ですよ。いいんじゃない。ちょっと危なかったけど良かったんじゃない。次はまた加藤シャミ。加藤さんというのね、ジャパンカップ優勝されてますからね。こんなビッグタイトルをお持ちの方なんですよ。皆さんすごいですよね。ちょっとプロボウラーとしてはもう完全に負けてますけども、シャミーでは負けない、シャミーでは負けないように頑張ります。よし、はい、どうだろう、誰が出るかな。あー来た来た、あー来た、強い、加藤さん強い。なんすか今のあの強さ。ちょっとね今ね、でも正直ちょっと天秤残るかなと思ったんですけども、シャミーが倒しましたね。はい、次は7フレ目。私のもやるでしょう。やれないことないですよ。はい、なんか青いボールっていうのもちょっと忘れかけてますけどはい、この青いボール、マーベルマックスフューチャー、サーベルサックスサーサーもいいですよ。サーサルサックスサーサーの方が良かったかなまあいいか。はいはい、いきますよ。私のシャミも頑張れ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よっしゃー、きた、ふぅ、よし、これで3対3、どっちが上に行くでしょうか。わかりませんけども、はい、加藤さんのシャミ、次また行きますよ。ゴールドシャミ、安定感の加藤シャミ、投球が安定するシャミ。うわ、これめっちゃいい。投球が安定するシャミ最高じゃないですか。特殊効果ね、それを私が証明しますよ。はい、じゃあ行きましょう。加藤さんがついてる。あ、いいんじゃない、これもいいんじゃない。やばい、加藤さんの方で投げたらやばいいい感じ。はい、次はじゃあまた笹田シャミ行きますよ。これはね、呪われてないはずだから、もう呪われてない、大丈夫。こんだけストライク来たら呪われてない。今これちょっとまた一歩離されてる。偶数1、2、3、4対3。ここは絶対に持ってこなきゃいけないんだね。はい、ちょっとプレッシャーを笹田に与えます。笹田シャミに。よっしゃ、行きましょう。あ、いいんじゃない。でもちょっと出た。危ない、危ない、オッケー、危ない、来た、でも来た来た、いい感じ。よし、これで追いついた。4対4、テンフレはね、ちょっと交代交代投げましょうよね、これはね。はい、じゃあ次また加藤シャミ行きますよ。これはいい感じじゃない。はい、加藤シャミどうでしょうか。いい感じでストライク出るのか。また安定感がある、安定感抜群の加藤シャミ、ゴールド。はい、行きます。あ、来たわ来たわ来たわ、おー来た。やっぱこう加藤さんすごい、加藤さんすごい、加藤さんすごい、いい感じ。よし、はい、じゃあ5対4ということで、次はまた笹田シャミですよ。笹田シャミもいいとこ見せますよね、必死に追いつく、張り合ってますよ今ね。あ、来た来た来た、いいんじゃない。うえー、やばやばいすごくすごい点数出てる、すごい点数出てますよ皆さん。やっぱこの2つのシャミいいんじゃないですか、これ。はい、いいですよ、これゴールドシャミと笹田シャミ、もう呪われてない。でも1フレは呪われてましたはい、じゃあ最後ね、ちょっと加藤シャミでいいとこをお見せして終わりたいと思います。よっしゃ、いい感じじゃない。はい、じゃあ最後締めましょう。あ、最後に出ちゃった、最後に出ちゃったはい、最後にやっちゃいました
ということで、ちょっとノーヘッドはちょっとひどいな。まあということで、はい、あの2つのシャミ投げ比べいたしましたけども、まあ、やっぱこう安定感はやっぱ抜群ですよね。はい、で私の、シャミも1フレやっぱり呪われてましたんで、やっぱりね呪いのシャミ健在だということですね。はい、シャミはねシャミ対決とりあえず5対5ということで非常にいい感じだったんじゃないですかね。でこの青いボール対決もこれはもう絶対ね私の勝利を今ちょっと確信してますので、これで負けたらちょっとショックですよね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。それではですね、今回はこの辺で終わりたいなと思います。また男ユーチューバー対決いろんなね企画をやっていきたいなと思いますんで、またお楽しみいただけたらいいかなと思います。はい、今回は水谷さんドッキリ企画でした。水谷さんごめんね、またよろしくお願いします先輩。はい、それでは今回もよければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。